はい、こんにちは、ジャンゴです。今回は、スクワットバスターズやっていこうと思います。ということで行ってみましょう。行くぜ。さあ、お、マッチング早い。バスターバレー呪文オーバーロード行ってみましょう。今ね、ちょっと呪文をね、使うか、ガンガン使って次の呪文解放しようぜという状態になっているので、ここはね、なんかあれだね、ガンガン呪文使っていこうかな。そうね、ガンガン呪文使って、呪文のね、使用回数稼いでいきたいかなと思います。まあレイジとかね、本当だったら取っとくべきなんだろうけど、でグレッグ、木を凝って、コインをとりあえず集めましょうか。まあこれは爆弾使っちゃおう。 OK。そしてだ、おっと、ちょっと待った。これは、周りの方が強そうなので、一旦迂回して開始しましょう。シェリーをゲットして、あのライトニング回収しておこうか。そして、ちょっと待って。シェリー2体目取る。これちょっと、レイジと入れ替えるか、ガンガン呪文使っていきたいんだよね。あ、爆弾使われる。なるほど。これね、メイビスだったら場合によっては叩けるんじゃないか。回復して、ちょっと一旦この辺倒すか。回復しながら殴ってコイン集める。はい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 。ベビドラさん、あーでもちょっと待って、こいつら邪魔だな。先にこっち倒して、ベビドラさんまで殴っていくか。オッケー、勝てそうですね、一応。よし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 。大砲は適当に放り投げておいて、お、ウィザードいいね。ウィザードいいね。とりあえず、フリーズさせて、追いかけ、あー、回復取られる。シェリー取る。あー、ちょっとまずい。これは一旦逃げよう。これは一旦逃げる。あー、回復、衛星兵取る。大砲適当に投げる。いざとなったらライトニングを放るということで、おっと、ちょっとライトニング放る。逃げる逃げる。はい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 。シュリンクでちっちゃくする。ちょ、もういいや。なんか今回は、順位も怪しいので、ガンガン呪文使うっていう、おっと、ちょっと待って、大砲ぶん投げる。大砲ぶん投げる。ガンガン呪文使うを優先にしよう。まあもちろんね、5位以内が狙えるんだったら狙うんだけど、狙えるかがわからないからね。さてさて、ちょっと、ね、大砲投げてレイジ、ちょっとレイジ使うけど怖いね。っていうか2人きりになってる。フリーズ投げて、ヒール回復。ちょっと待って、ちょっと待って。まあ、ホグライダーでちょっと逃げ回れる体勢を取りましょうか。で、ヒールで回復しながら、人参、回収する。で、爆弾と大砲も投げちゃって、うわぁ、ホグライダー、そして、バーバリアンキング、大砲取る、大砲投げる、大砲投げる。もうここで、ここで進もう。はい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 。とりあえず、ここから動かないであれば、ある程度ね、援護射撃されるんじゃないかなっていう。回復する、大砲投げる、レイジ、まあ一応レイジかけるけど、これは逃走ですね。爆弾投げる、ヒールする、まあ呪文をとにかくたくさん使って、もう回復する、ちょっと爆弾、回復する、まあまあまあ、ちょっと順位は5位以内に入れなかったけど、いっぱい呪文使えたからよしとしようか。35、42。ああ、でもちょっと惜しいのか。5位は目指そうと思えば目指せないこともなかったかもしれないな。まあ、しゃあない。ウィザード。あ、でも呪文15回使えたんだったら、うん、違うな。呪文5、ちょっと待って、15が51になった。いや、呪文いっぱい使ったな、今。まあ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 、だったら上出来かもしれんな。まあもちろんその上で5位以内に入るのがベストなんだけどね。
バスターバレーのドッペルゲンガーということで、ドッペルゲンガーいきなり合体ダブルド、トラブル、そのあたりがちょっと苦手かなというところですね。まあ条件は同じはずなんだけど、ちょっとウィザード取ってみようか。ウィザードで爆弾を、人参割るためにちゃっちゃと使っちゃいますか。で、これで得たコインで早速、まあシェリーか。シェリーにする。で、箱開けて靴を受け取る。レジ使っちゃうか。で、木を掘って、ついでに岩投げの人を倒す。オッケー。で、新しい箱開けていく。これはね、どうしようかな。ゴブリン取って、ちょっと、人が来ちゃったからやめましょう。来なかったら、旅商人を狙うとかっていうことができたのかなというところですが、どうしようかな。まあ、ゴブリンにして、一旦コイン集めよう。で、もう一回、まあ、これは、旅商人を取る。で、旅商人で、ちょっとこの辺倒しながら、次の箱開けましょうか。これゴブリンにする。はい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 。で、今度こっちの箱を、これシェリー取ろうか。旅商人にしてもなんか、あんまりね、でもこれはゴブリン取って、コイン集めて、ちょっとね、誰もいないところにいられるんだったらまたあれなんだけど、そういうわけじゃないので、まあ、コインね、出しといて旅商人にするみたいなのがあるらしいが、うわー、ちょっと待って、無理。ちょっと待って、ちょっと待って。無理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 。今のは完全に無理。そのシェリーはまずいんじゃないの。レイジ使ってぶん殴れるか。レイジ使ってぶん殴れるか。うわっと、ちょっと待って。うわ、衛星兵間違えて。ちょっと待って、今取る気なかったよ、衛星兵。これどうしようかな。うわ、ニタの集団みたいなのがいる。怖いね。エルプリさんはちょっとぶっ飛ばして、うわ、宝箱取られた。ニタの集団。ニタとニタ。うわ、ちょっとウィザードも来てる。一旦こっちですね。ニタ取りましょう。大砲投げる。これはやられてんのか。ちょっと待って、間違えた。どうするかな。こっちの箱開けて、またニタ取る。このグレッグは枯れるんじゃないか、場合によっては。逃げ道を、ちょっと待って。これ一旦ウィザードにしましょうか。ちょっと待って、呪文使う。次はニタ。呪文をガンガン使っていこう。アーチャークイーン。どうするか。バトルヒーラーにする。ちょっと順位がまずいな。さあ、これで、バーバリアンキング。バーバリアンキングにして中央に陣取って。さあ、これ倒そう。よし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 。いや、いけるいけるいける。ちょっと待って、ちょっと待って、いけるだろ、いけるだろ、いけるだろ。いける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 。バトルヒーラーになっちゃった。ちょい。今のは仕留めきれたんじゃないのか、やる。でも一応5位ですね。オッケー。はい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 。そうか。まあ、ちょっとパッとしないな、今回は。呪文は、300分の66まで来る。さあ、次行きましょう。ちょっとマッチングが、長めですね。とんでもランド。裏飯ロイヤルか。
恨めしロイヤルとなると、なるべくお化けをガンガン倒していきたい。あー、しかし微妙。ボウかな？ボウはね、ちょっと頼りないんだけど、ボウはちょっと頼りないんだけど、あー、まあ一回箱開けて味方探す。まあ、シェリーかな？はい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 。まあ、使っちゃおう、レイジも。ガンガン呪文使って戦う。それで行こう。お、レイジもう一個ある。いいね。レイジ回収。お、ちょっと待って。倒せる。倒せるだろ。レイジ使え。よし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 。いいよ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 。オッケー。一体倒して箱開ける。お、シェリーがでかくなる。そしたら、こいつらも倒して味方にしていきましょう。いいぞいいぞ。あー、まあ、棒2体目。これ棒くっつける計画でいこう。お、いけるか、いけないか。ちょっと逃げられるね、今のは。箱開けて、あ、ホグライダー取るべきだった。まあ、でも棒くっつけちゃった。まあ、シェリーの方かな、取るなら。エルプリ壁にしてもいいけど、あ、オッケーオッケー、倒せますね。いいよいいよ。で、シェリー重ねる。シェリー重ねる。オッケー。まあ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 、こいつを倒していって、お化けたちはどこ行っちゃった？お、俺のお化けたちいるじゃん。オッケー、ここちょっと混ざって戦いましょうか。ちょっとどうだ。あー、まあ、パムさんで回復しながらいけるか。あ、逃げた。どうなってるどうなってる。まあ、ゴーストたちを一通り借りまして、あ、ホグライダーいいね。ホグライダーで一旦草むらに隠れる。で、回復できるところで、一旦入って箱開けましょう。んー、まあ、衛星兵。さあ、次は、うん、こいつらと戦ってみましょうか。あ、逃げる逃げる。ちょっと厳しいね。一旦戻って、ちょっと回収するか。まあ、こういうのもね、無視して戦った方がいいのかもしれんけど。よし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 、オッケー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 。はい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 。ああ、これ、レイジ使う、レイジ使う、レイジ使う。おーし、よし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 。オッケーオッケーオッケー。いいよ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 。まあ、バトルヒーラーでも取るか。いや、今のアーチャークイーンのが良かった気はする。ああ、まあ、ボウでいいか。よし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 。これ怪獣倒せないかな？あ、倒せちゃう。全然倒せる。すげえ火力ある、今。オッケー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 。いいぞ、いいぞ。ん、次の箱開ける。ネクロマンサー出る。よし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 。オッケー。これは、完璧。なんかうまいことを勝てましたね。っていうか、まあ結構全滅してたのか。最後の一人だけだったんですね。お、なんか 1,2,3,4 人もいっぺんに倒せたの初めてかもしれん。まあ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 。でもね、ほとんどお化けが倒してくれたような気もするな、今のは。おい、旅商人7人。オーケー。はい、というわけで、まあ、今回はここまでにしておこうと思います。お、旅商人も星2が8体になったんで、もうちょっとですね。あと15体いれば、星3にできるのか。ってことで、今回はこれで終わります。ありがとうございました。よいしょー。